こんにちは、ここはグアムです。アメリカ領グアムですから、つまりアメリカ合衆国です。まあ当たり前なんですけど、アメリカの州の中の一つには入っていない、そんなところですが、今日で観光は3日目です。まあこれがね、グアム訪問の一番の目的だったかもしれませんが、これから日本軍がもともと使っていた戦争の跡地、そういったところへ向かいたいと思っています。タクシーで向かうのが一番手っ取り早いのかな、そんなところだそうです。グアムはね、今こんな感じで非常に栄えてるところですけど、でもいつからこんなリゾートになったんですかね。少なくとも今から70年ぐらい前は激戦地だったそうですよ。一番広かったこの南太平洋での戦いはバンザイクリフの名前でも知られるサイパン島だそうですが、2番目に死者数の多かったのがこのグアム島だと聞いています。今多分15分ぐらい過ぎたところだと思いますけど、もう大体こんな密林地帯になっておりまして、もともと多分戦争やってる時もこんな感じだったんでしょうね。今道路脇はこのように立派に作られてますが、グアムの観光の中心地は本当に狭いものだと私も聞いていましたけど、実際にその通りと感じます。にわか雨が降り出しましてね、こんな感じになってますが、あそこに黄色いタクシーがいるでしょ。このタクシーにね、乗せてもらって来てました。ホテルからタクシーの予約ができるんですけれど、それで、サウスパシフィック、メモリアルパークとか行ったらね、どこらかは通じなかったんですが、まあ、ただなんかワールドウォー2とかなんとかとかいろいろ行ったらね、これでここかというふうに Google マップで示してくれました。で、ここはどういうところなのかと言いますと、先にお伝えしておくと、日本軍がですね、グアムの戦いで最後まで組織的な一応戦いをやっていたという場所です。ただもうその時はもともと日本軍が当時2万人ほどいたらしいのですが、その最後の最後、ここで全員玉砕というのかな、それをした時にはですね、もうすでに2000人程度になっていたんだそうです。だから本当に最後の最後に陣地としていた、そういう場所なのだそうです。ちなみにその後も最後の生き残りがそこでついえたみたいなことを今申し上げましたが、実際にはですね、またさらにしばらくそのゲリラ戦といいますか、ほぼチリチリになった個々の日本兵がグアムで戦うということをしまして、実はそれがですね、玉音放送とかそういったものもうまく届かなかったし、全て命令とかね、指揮命令系統が充実していたわけでもなかったので、1945年に終戦となった後も、その終戦になった事実を知らないという方が、何名かいらっしゃいまして、特に有名なですね、日本兵として1972年まで戦闘を続けた横山昭一さんという方だったと思うんですが、テレビに出て多分有名だったんじゃないかな、私が生まれた頃に亡くなった方ですけどね、グアムで戦いが組織的な戦いが終わってからもう28年間ひたすら、このグアム島でただ一人戦争を続けたという方もいらっしゃったそうです。でですね、中に入ってきて大体こんな感じの雰囲気なんですが、ガム山平和寺と書いてあります。多分そう読むんだと思うんですが、お寺があります。どの程度入っていっていいのか分かりませんが、カメラがダメとなければ多分問題はないと思います。中にも多分釈迦如来だと思うんですけどね、そういったものがいろいろ書いてあって、クイーンオブピースチャペルと書いてあって、上にはステンドグラス、なかなか洋風のお寺のようです。日本軍遺留品って書いてありますけど、ここには日本軍が使っていた、戦いから身を守りつつ滞在した洞穴がまだ残っていまして、その中から見つかったものだそうです。軍靴とか鉄兜とか、これは朽ちたからこのようになったのか、攻撃によってこのようになったのかはちょっと私には分かりませんが、しかし当時のことを知るにはかなりいいものだと思います。スコップ、こういったもので多分掘ったりとかしてたんでしょうね。今までの公共交通はないみたいなことをインターネットで調べたんですが、ちょうどね、ここに到着するときに入れ違いでバスが出ていきました。それが貸し切りバスだったのか、それとも何か一般の人が乗れるバスなのか分かりませんが、とりあえずタクシーでここまで、グアムの中心地からちょうど50ドルでした。6000円ぐらいです。総工費2億円をかけて整備されたそうですが、ここにある漢字の人のようにも見えますけれど、これは合唱をしているモニュメントで、日本の法人が作ったそうですが、アメリカ軍とそれから日本軍、その他、在グアム邦人、そしてグアムのチャモロ人、グアムにお住まいの方々、そういった方々の全ての亡くなった、慰霊の意味を込めて建立されたそうです。終わってしばらく経っても、日本軍の残したさっきみたいな遺留物とか、それからそもそも亡骸とか、そういったものが数多くこのグアムのちょうどこの辺りには残されたままだったようです。
それはあまりにもひどいことじゃないか、ちゃんと弔ってあげようということで、こういったものを作って、それが南太平洋戦没者慰霊法人、そういった団体だったそうですが、現在このようにそれなりの形として残されています。観光客でグアムの街中に賑わっていますが、ここを訪れる人はそうは多くないようです。ただ、まあ、これがあまり意味があることなのか分かりませんが、お賽銭みたいなものも多くは日本円でここに残されていて、食べ物も果物などありますが、やはり見てみると日本のお酒とかそういったものが多く備えられているようです。さまざまな日本の慰霊の団体、それらが建立をしていった石碑もその脇には数多く並んでいます。こちらは日本の団体なのかな。では星条旗と日の丸とグアム島の旗、3つ横一列に仲良く並んでいます。ああいう風に整備をされた公園だけではなくて、こっちの方にもちゃんと階段などが作られているんですが、おそらく昔日本軍が潜伏していた時は全般的にこんな雰囲気だったと思われる、こういうなんていうのかな、まあ、ジャングルみたいなものがそのまま残っていて、この先に進んでいくと当時使っていた洞穴のようなものがいろいろと残されているようです。足元を見るとね、虫みたいなものはいませんが、トカゲとかその類はたくさんいるかな。そうでも簡単にお話ししたと思うんですが、ここでもう一度このグアム島をめぐる一連の歴史について、まあ私もそんなにね戦争のこと詳しくはないんですけれども、一応私の口からお伝えしておこうと思います。1941年の12月8日に真珠湾攻撃をやって、その5時間後にですね、グアム島にも攻撃がなされたそうです。でグアムはもともとアメリカの植民地といいますか、まあ、フィリピンじゃ、スペインがですね、フィリピンとそれから、グアムその辺を植民地として持っていたんですが、その後その米西戦争をやりまして、その時にフィリピンとそれからグアムがアメリカのものの、アメリカの管理下となりました。でその後、そのままアメリカ領としてずっとグアムは続いていたんですが、真珠湾攻撃の後の攻撃によってグアム島も2日後の12月10日には日本の占領下に置かれ、そしてそれから先ずっと日本の占領統治下に入っていたわけです。それは1944年まで続きました。ちょうど、ね、飛行機、旅客機のようですけれど飛んでいくところだそうですが、その占領をしている時に日本軍がどんなことをしたか、有名なもの、代表的なものは、このグアムの、島に住んでいる人たち、チャモロ人という人たちを使って、まあ、強制労働をさせて、で飛行場を建設させたそうです。それはこのグアムと少しお隣の、もともと日本の委任統治の管理下にあったサイパンでも同様だったようなんですが、まあ、サイパンは強制労働なのかどうか分かりませんけれど、その作った空港が現在のグアムアントニオ B ウォンパット空港というそうですけれど、グアム国際空港です。で日本軍が作ったその空港は、ずっとそこで使われたのかというと、実はそれほどですね飛行場としてはあまり使われておらず、その後、グアムがまたアメリカ軍の巻き返し攻撃によって、アメリカに、の天の元にまた戻った後で、アメリカ軍がその空港を使って日本の各都市に空襲をしていった、そんな歴史があるところです。もともとアメリカは日本に空襲をしていたときは、中国から最初空襲していたらしいんですが、ただその距離がですね微妙に遠くて、九州ぐらいしか空襲はできなかったらしいんですね。ただこのグアムとそれからサイパン、その2つが、アメリカのまた、統治下といいますか、アメリカの元に戻ったことによって、それぞれそこで皮肉にも日本が自前で建設をした飛行場から、B-29 などの爆撃機が飛び立って、そして日本の東京、大阪など各大都市に空襲をする、そういう結果になったんだそうでした。グアム島の戦いの前にですね、サイパン島の戦いをやっておりまして、先ほども皆さんにお伝えしたと思いますが、サイパンはもともと日本の委任統治領でありましたが、そこを基準にそこをまず守らなければならないと、海軍といいますか、まあ、大本営の方で絶対国防圏、ここは何としてでも守ろうというふうに定めていたところだったんですけれども、結局守り抜くことはできず、アメリカ軍の膨大な兵力の前にサイパン島は陥落してしまい、そこに住んでいた大勢の日本人も、集団自決とかそういったことを余儀なくされたようです。でその知らせを聞き、グアム島としてもやはりそれだけの大変なことになったのだから、かなりの兵力を集めてなんとか守り抜くぞと、相当の防御力を結集したようです。でアメリカ軍もサイパン島での戦いでは実際にはしかし日本軍が相当屈強な抵抗を見せたので、さらにものすごい圧倒的な兵力で攻撃をしなければならないということで、グアムに攻め込んだところ、両者ともにつまり兵備を随分と増備していたので、結局アメリカの圧倒的な兵力の前に日本軍はかなりの大敗となったわけですが、このグアムに乗り込む時もこれだけ攻撃したのにまだ日本軍は戦えるのかと相当驚いたそうです。これは多分最後の最後にもうこの中に逃れていた、こういう環境だったんですね。トカゲみたいなものが本当に数多く、日本ではこれほどたくさんは見ません。
蛇みたいなものもいるかもしれないからちょっと入るのは怖いのですけれど、こんなところですごいもうなんという肩書きなのか分かりませんが、陸軍の中将とかね、それぐらいの上位に立っているような方が最後はここでかくまわれていたんでしょうね。かくまわれてというか、ここから指揮を出さざるを得ないような状態になっていたようです。まずね、その戦争って悲しいとかなんとかそういうのもいろいろありますけれど、そもそもどれだけ大変なことをやってたのかっていうのがこれを見るとよくわかるような気がします。ここにも多分もともとは何か書かれていたんでしょうね。もう今すべて消されてというか消えてしまって読めなくなっていますが、日本語もちゃんとここに整備がされていて、下には英語もありますが、第31軍司令官として隷下の部隊を統率した小畑秀吉中将というものかな、熾烈な米海軍の艦砲射撃の中、玉砕を確保した最後の総攻撃を加盟するにあたり、天皇陛下並びに大本営に対し己と読むのかな、身をもって太平洋の防波堤タランとの決別の地を打電し、この号内にて64名の将兵とともに自決した。もうちょっとということは、あの防空壕は奥まで多分広いんでしょうね。ちょっと入るのはやめておこうと思いますが、1944年8月11日未明のことだったそうです。万歳突撃というのとはまたちょっと違うと思いますが、まあ、最後にですね、もうアメリカに対して、まず間違いなく絶望的で、かつ見込みなんかないんだけれども、しかし最後に一撃やるぞということで残った兵力を結集して、ここからじゃあ最後の最後っぺというんでしょうか、やるぞといったその指令を出したのがこの地だったそうです。そしてそれが、まあある程度多分霧がついたところで、そのトップの方に住む、そこの、まあ、管理をするような方たちは最後ここで集団自決ということになったようです。これも多分防空壕というかね、あの中に多分当時入っていたような穴だと思うんですが、あ、確かに奥が見えるわ。ちょっと怖いけどね。こんな感じ、日本軍飲料水槽って書いてありますけど、ウォータータンクですね、水槽。あ、これか、こんな風に。ちょっと衛生面もどうか分かりませんけど、この中に水を溜めてたんですね。で、なんとか生きながらえていたわけだ。水もどうやって調達したんでしょうか、こういう島で。最初はもともと大宮島といって、日本が名前をつけてですね、全部統治をしていたから、まあ、なんとかなったんでしょうけれど、最後の時なんかはもう、絶望的な感じですよね。思ったら水はどこから手に入るんだろうなんて思ってましたけど、ここでも水が湧いているところがどうもあるようで、戦争をやっていた時に実際にここで普通の水が手に入ったのかどうか分かりませんし、それが綺麗だったのかどうかも分かりませんけど、なるほど、確かに意外とここはなんとかなったのかもね。あー、これも日本軍が作ったものでしょう。誰もいないからな、滑り落ちたらちょっと怖いわけですけど、最後あそこだけ見てから帰ることにしましょうかね。カエルの鳴き声などがしてきます。ちょっと見に来るぐらいなら、まあ私でもなんとかなりますが、ここで生活をするということだってかなりきついし、それだけではなくさらに敵の爆撃をここで耐え忍んでいたというわけですから、並大抵の精神力ではいられないですよね。昔の人って本当に苦労したんだなって、なんかすごい薄っぺらいことを言うようで申し訳ありませんけど、今の感想をですね、あの10倍ぐらいに濃縮した感想を今私が持っていると皆さんに思っていただけると幸いです。奪還されたグアム島はその後また今のようにですね、アメリカ領グアムとしてずっと続いていくわけですが、現在でもアメリカ軍の重要な基地となっています。多分アメリカの一番西の外れというかね、あのアジア地区、まあ、ここ緯度ってあの釧路市とそんな変わらないらしいんですけど、そういう緯度じゃ経度か釧路とそんなに変わらないようなところですから、まあ、相当本当に、ね、あの西の方だと思うんですが、そういう場所なわけでして、重要な基地として使われているそうです。その後に1964年だったと思いますが、海外旅行が自由化された後は、じゃあ日本人にも手軽な海外の目的地ということでグアムが注目されまして、日本航空などの手によってそこに日系の資本も入ってさまざま開発がなされ、実際に現在でも私も今そうしているように、日本人にとってかなり難易度の低い海外の目的地として普及しています。しかしやっぱりね、何か一度でも訪れることがあったときには、もともとはグアムという どういうところだったのか、日本が昔、手軽な海外の観光地目的地としてというよりは、戦争によって占領をして、そしてそこに普通に日本人も住んでいた、そういう土地であるということ、これぐらいは覚えておいてもいいんじゃないかなと思います。そしてその最後、ここでこのように、集団の自決がなされ、そして
終わりの始まりとでも言うんですかね、サイパンとグアムが1944年の夏頃に両方とも陥落したと思いますが、そしてそこに日本軍が建設をした飛行場からいよいよ本土への本格的な攻撃がなされるようになった、そういう場所だったというわけです。トルコもこのグアム島は日本から一番近いアメリカだったというわけで、現在は私たち日本人観光客にとって非常に手軽な目的地、かつては日本への手軽な目的地、その目的は空襲、最後の最後までそれを阻止しようとして頑張った方々のその名残がこういったところに見られます。多分ここをこうやって降りていったんでしょうね。中に入るなとは書いてありませんから、入ることもまあできなくはないと思います。ちょっとやめておきたいと思いますが、この中には当時のものどれぐらい残っているんでしょうか。中からはちょっとひんやりした冷気が昇ってきまして、まあ、冷気が昇ってくるというのはあまりないと思いますが、しかし少しはそういったものが感じられます。真夏の最後のグアムの戦いの時にも、まあ、おそらくはこの中で、わずかな、つかの間の、まあ、涼しさというのかな、そういったものを感じながら、敵の砲撃になんとか耐えていた、そういう場所だったみたいです。私見つけることができなくて、多分ここではない、また別の場所にそういう陣地が築かれていたんだと思いますが、他にも防空壕なんて感じでね、入り口のところにかたぞられたようなところもあったそうでして、でその防空壕とかがいろいろあるところにはですね、戦後核兵器の保管庫として長く使われた、そんな日本軍のもともと作った洞穴もあったんだそうです。なんか落ちたみたいね。多分この洞穴の中でさっき出てきた鉄兜とかっていうのは、奥の方まで捜索して入っていったんでしょうね。面白みはないかもしれませんけどね。でも今日本のたくさんの資本とか日本人観光客が多く訪れているそのグアムと、それから昔別の目的で日本人が多く暮らしていたそのグアム、両方対比して考えるっていうのもグアム旅行の単純な観光としても一つメリハリのつくものでいいんじゃないかなと思います。おすすめさせていただきますから、ぜひレンタカーなどお借りになって、グアムではねレンタカーも普通に日本の運転免許で運転できるそうですから、グアムの観光の中に必ず組み込んでいただきたいなと私は個人的に思いますが、まあ、皆さんもどうぞご自由に、まあ、そんな感じですね。どうもありがとうございました。しようと思ったんですけど、タクシーの運転手にトゥーラバーズスポットに行かないかというふうに言われまして、トゥーラバーズスポットとは何ぞや、恋人岬っていう名前だそうなんですけど、グアムではね、それを2人のなんていうの、つまり、トゥーラバーズのための場所みたいな、そういうふうにねグアムでは呼ぶそうです。なんか元々はフィリピンじゃスペインか、グアムがスペイン領だった時代になんかここで心中した男女がいるとかなんとか でそれがねそのまんま名前の由来になってるそうですけど、なるほど、確かにグアムの一番の名所らしい。ただなのかなと思ったんですが、見に行くのはただではなくてね、私有地だそうで3ドルかかるそうですけど、まあせっかくだからこれも払って帰る、大体そういうノリで来た人が多いんじゃないかな。